ですね、ジグヘッドなんですけれども、今ダイヤモンドヘッド、ストリームヘッドと、まあ、おかっぱりで使う、まあ、それにコマメちゃんであったりゼログラであったりと結構アイテムは揃っておるんですけれども、ただその中でですね、やっぱりそのダイヤモンドヘッドとストリームヘッドの間のちょっとジグヘッドが欲しいなというところがありまして、ちょっと今それを開発しております。で、まあダイヤモンドヘッドがあってストリームヘッドがあるんですが、その間をどういうふうにするかというところをいろいろ考えたところでですね、やはりちょっとですね、今まで、まあ、0.51 という単位の線形でやってきたんですけれども、それをちょっと太くしようというところで、まあ、太くする理由というのはいろいろあるんですけれども、まあ、太くしようというところでやっております。でしかも、ヘッドの部分をですね、タングステンで作ろうやないかというところで今やっております。で、まあ、0.4g、0.3g の軽いものから 3g ぐらいまでのアイテムをやろうかというところでやっておりまして、で太い線形を使うことによってですね、まあ、バラしにくいというものが出てくるわけですね。で、まあ、いろんな理由があって、取り込みに時間がかかる場合ですね、どうしても細い線形とバレやすいというところがあるんで、それを補うためにもそういう太い線形のものがあれば、まあ、お客様としては選択肢が増えるんではないかというところで、ちょっとその線形を太くしようというところでやっております。で、細いから伸びるとか細いから折れるとかいうことではなしにですね、やり取りの最中にどうしても細いと長時間やり取りをしてますと穴が大きくなってきてバレやすくなってしまうんで、その部分を補おうかというところで線形の太いものを出そうと思っております。で、まあ、今だいたい形がだいぶ絞り込みができてきましたので、あとはもうこれでいこうというのが決まってしまえば、ヘッドまではもうデザインはできておりますので、もうチャチャチャとできる予定になっております。まあ、これもまあ春からまあ夏までにできればいいなと思っておりますので、ぜひ皆さんお楽しみに待っていてください。よろしくお願いいたします。